今回この5人ですけど、はい、この5人の特徴何でしょうか。特徴、うるさいうるさいうるさいか、そうですね、なんだろうね、なんだろう、とね、みんな 髪の毛の色が薄い、3人だけやん、なんだろう、なんだろう、絞り出してどういう咳込みな、特殊な、全員東京じゃないメンバーだ、確かに、お前は本当だね、確かに確かに確かに、あ、関西、俺が長野、西東どっち、え、わかんない、真ん中真ん中でも真ん中中部中部、うん、俺が長野で雄大が大阪、ひろとくんが鹿児島、鹿児島、仁が沖縄 で、まさくんはどこでしょう、名古屋、正解、愛知ではない、名古屋え名古屋だよね、そうだよ、愛知の長野、名古屋、すげえ楽しんでる、愛知の長野だよ、な、ごめんごめんごめん、間違えてますけど愛知の長野どういうことでもひろとくんとまさやくんはね、ずっと東京でしょ、割とそんなだよ、かじってるわ、ほぼ東京みたいなもんでしょ、いやそんなことないよ、え、あの西くんのたまに出るダベはあれ東京なの、 あれ神奈川ですね、あれ神奈川、ね、神奈川、そうなの、ダベに、あー言うわ、うん、関西弁も出るしね、ひろとくんなんか、いやそれは完全に影響されてた友達、うん、いや間違いなく何プリの3人のせいだよこれは、え、最近ずっと標準語だよ、せいっていうのはね、嘘つくな、思いっきり関西弁なら言うな、本当気持ち悪い、本当がもう気持ち悪い、うんうん、違和感しかないからね、うん、何何そう違和感やで、うん、いやいやいや、それが一番違和感だよ、それが違和感すげえな、はい、前半1時間はいいですか、いいですかって別に告げないです前半1時間俺が回していくんですけど、はい、心配、いや全然安心安心、全然、ね、なんか心配してる感じで気使ってる感じで全然って言うの全然一番嫌だよ、ひろちゃんならやってくれますよ、回し慣れてんじゃん、安心安心、回し慣れてることはないでしょ、回しのね、回し巻きって言われ てもんな、回し巻き、どっちかにして、どっちかにして、いやでもほんまにガチ超安心、超安心、本当に、うん、え、なんで静かになるの、いやいやいや、それもそうだからね、ね、うん。